巨人は28日、桑原拓也投手、27、に戦力外通告したと発表した。桑原は中大から17年ドラフト1位で巨人に入団。1年目に先発でプロ初勝利を挙げ、2年目はリリーフで15試合に登板した。3年目の20年はシーズン終盤に右肘骨折、手術を受け、同年オフに育成選手として再契約を結んだ。リハビリを経て21年途中に支配下選手復帰。22年はリリーフで49登板3勝2敗13ホールド、防御率5.16の成績を残した。今季は5試合に登板して防御率9.00。6月4日の日本ハム戦を最後に1軍登板がなかった。巨人は今オフ、支配下選手の投手では鍵谷、高木、田中豊、三上、堀岡に戦力外通告している。26日のドラフトで即戦力投手3人を指名し、桑原が来季の戦力構想から外れた。桑原拓也、1996年3月26日、奈良県生まれ。27歳、小3から本格的に野球を始め、大正中では橿原式シニアでは1学年後輩の岡本和真とプレー。北陸高、福井では甲子園出場なし。中大では1年春からリーグ戦に登板。2017年ドラフト1位で巨人入り。通算80登板5勝5敗、16ホールド、防御率5.80。